はい、では次は3勝を目指していきます。この時間はおいっと、マンシーですね。コンディションを確認しましょう。じゃあとりあえず1勝を目指して、過ごしやすい気候の中行われるゲームです。よし、カットはしてるけど、動きが重いな。え、嘘。さあ、ご覧のようにゲームはすでに始まっております。マンチェスター B 対ガンバ大阪。ガンバは強豪と呼ばれるチームと今日は戦うことになります。まあ、フットボールは必ずしもチーム力の高いチームが勝つスポーツではありませんからね、はい、なので相手が強豪だからといって今日のゲーム何が起こるかわからないですからね。逆にそういうのを期待して見てしまうんですよね、はい、ウォーカー、チームに推進力を与えるサイドバックです。抜けてくる、うまいですね。スペースを使う、シュートレンジです。おお、なんで出すんだ。おっと、レアンドロ・ペレイラ、シュート、 OK、 来た、先制、ガンバ。逆にあれ決めれんかったらもう痛すぎるよな。で奪われてからの失点でした。おお、いいブロックだよ。そうですね、相手の不注意もあったんですけどもね、それを狙ってきっちり決めてくる。シンプルですけども素晴らしい攻撃でしたよね。さあ、ガンバこの時間に先制に成功です。いや、非常にいいゲームの入りになりましたよね。1点大きいですよね、はい、ただこの得点直後は逆に失点しやすくなるタイミングでもあるので気を引きたいですよね。そうですね。ここは繋がりません。ちょっとこのよくわからん時間帯に、ボールは細かくパスをつないで攻め込んでいきます。縦を使います。カイルウォーカーから待って、自分で行く、フリーだ。庄司、体を張ったプレー。マンチェスター B は2本目のコーナー、ガンバはまだコーナーはありません。これ仕掛けるか。よし、とりあえずクリアしましょう。ここはクリアの対応、ここはカットします。立ってくれ早くもう体の力の差が出てるよね。ジョアン・カンセロ、オッケー、ナイス、よく止めた。さあ、カウンターを仕掛けます。右サイド上がっていく、スペースウェブ、この位置で受ける。さあ、宇佐美、宇佐美シュート、うわぁ、ギュンドーはマーフレーズからスターリング、これはそう思ったい。ガンバがこのファーストハーフ中盤で1対0と、北澤さん頑張っていますね。頑張ってる、ね、まあ、意外といえばあれなんですけどもね、しっかりリードしていますからね。シュート、いやー決まった、ナイス福田。いや、追加点、ガンバ、いいね、浦和戦でも決めてくれたからね。追加点決めます、これで2点差。これが通るんだ。うまく詰めました。落ち着いてセカンドボールを流し込みましたよね。よし、おっさんのプレーですけど落ち着いて決めてきましたよね。さあ、ガンバさらに1点を追加し2対0としています。ガンバとしてはイメージ通りの展開じゃないですかね、はい、これで余裕を持ってプレーできますし、チームにとっても重要なゴールになったんじゃないですかね。このまま無失点でいきたいところですよね。はい、そうですね。シュート、オッケー、決めた、よし、頑張っ。いや、やっぱ好きなチーム使ってるとね、連続ゴール、一気に勝っても負けても楽しいよな。シュート前のワンタッチ、見事なプレーでしたね。これはトラップからのシュートへの流れが完璧でしたよね。クオリティの高さを見せてくれましたよね。
さあガンバ、フットボールではある程度安全圏と呼ばれる3点差までその差をつけました。立て続けでしたよね、はい、先ほどのゴールをきっかけに選手も流れをつかんだ感じですよね。もう1点いけますかね。もう1点いける。小野瀬、ガンバ、ここでファールをもらいます。宇佐美、宇佐美から大きく立て、ここはクロス、ダイレクト。ここはクリア、落ち着いて対応します。あーあー、なんてこと。ドリブルで仕掛ける。さあ一気にカウンター。ロドリからスターリング、スルーパスを狙う、抜けてくる、来たぞ。え、もう何もしてくれなかったよ今。さああと2点、いやー2点。今のゴールですが、中盤で奪ってからの展開でしたね。いやカウンター決まりましたね。なんなんその動き。高い位置からの守備が効きましたよね。フィニッシュも見事でした。まだまだ勝負は諦めません。組み立てながら攻め上がっていく。ここは繋がりません。レアンドロ・ペレイラから来た、抜けた、狙えるか、来た、シュート、オッケー、決まった、追加点、オッケー、いいよ、負けでないよ。おっと、これは試合を止める笛のようです。ガンバ着実にゴールを重ねて折り返します。調子の良さが現れた前半でした。これでね、内容として無失点に抑えていればもっと良かったんですけどね。まあしかしいい形で折り返しましたよね。前半で大きく差が開いた両チーム、決定的とも思えるその差、縮める展開になるのか否か、後半目が離せません。ちょっとね、もう出すとこわからんかったよ。ガンバ大阪、ガンバが3点をリードして後半へと続きます。後半ゲームはスタートしています。いいとこで待ってくれてたわ。いや数的優位のカウンターだったんですけどもね、ちょっと判断が遅れちゃいましたね。ああ、裏へのスルーパス、これはどうだ、井出口へのボール。ああいい展開ですね。スペースへ、ああくそ、ギュンドーワン、クラタ、うまいインターセプトを見せます。うまいっていうか普通に引っかかっただけやけどな。シュートで終わりたかったですよね、人もいましたからね。さあレアンドロ・ペレイラ、スペースを使う、もっといいボールでしょ、小野瀬のボール、ラポルト、当たらんか、三浦へ、これは合いません。長いボールを送ります。よし、サイドから行きましょう。抜ける、よし、おっと抜けてきましたね。ディフェンスをものともしません。シュート、ダメか、さすがに無理か。今のは惜しいシーン、シュートは枠を外れていきました。シュート前のドリブルも良かったんですけどもね。ラポルト、誰、ギュンドーは、マンチェスター B、 カウンターを仕掛けていきます。ここはファールを取られます。ノーファールでしょ今のは。カードないでしょ。終わりました。ベルナルド・シウバ、ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。ガンバとしては無理に行く必要はないんですよね。しっかり守ってカウンターを66分、まだまだやな。
硬い守備を見せます。これは届くか。硬いはずなんやけど。ここは大きくクリア、ピンチを出します。ガンバ大阪カウンターを仕掛けます。完全にずれたなパス。裏を狙っていきましたがこれは通りませんでした。いや数的優位のカウンター、ね、めっちゃいいとこ待ってるやん。ちょっと判断が遅れちゃいましたかね。裏へ届くか。必死のクリアですよね。マンチェスター B は3本目のコーナーになります。短く出す、大きく前線へ。レアンドロ・ペレイラからの柔らかいボール、ここで受けて自分で行く、来た、シュート。逆にあっこまで運んでなんで入れられへんねん。さあレアンドロ・ペレイラ、長いボールを入れます。さあここでカウンター、スペースを狙った。これは中央で待つしかないな。ギュンドーアン左から上がっていきます。ギュンドーアンシュート、まだある、このパスを受ける、これを読んでいた、クリアです。どうしようもないんかあれは。さあ追いつくことができるのか。あと2点で同点です。今のシュート前のボールコントロール素晴らしかったですね。周りの状況を見てシュートまでの流れをイメージしてボールを受けてますよね。それを実現するテクニックもすごいですけどね。見事なゴールでした。流れを変える1点となるんでしょうか。レアンドロ・ペレイラへ、ジョアン・カンセロ前線にボールを送ります。スターリングへ、ベルナルド・シウバへ、ここはつながりません。スペースを使う、よし、このパスナイストラップ。ボールを奪いに行きます。ウォーカー、ここはファールです。注意に終わります。庄司、これは届くか。タイルウォーカー、このボールに触ります。ベルナルド・シウバ、いいよ出口、最高ではなかったようです。さあレアンドロ・ペレイラ、オッケー、よし、とりあえず1勝はしたね。4対2、ガンバ見事勝利を収めました。